イレブンミュージック。クリスタルビズ、愛と勇気と夢いっぱいにアイマンズの奮闘記。2018年7月からもリニューアルしてスタート。メインパーソナリティは松本哲博。毎週火曜11時からの1時間、クリスタルビジネス情報番組、今年の後半ステージの始まりです。ビジネスにプラスワン、心を柔軟に、心をもっと敏感に、かけてたっていいじゃないか、そこを知ることから始めよう。さて、2018年チームクリスタルのテーマは未来へつなぐ。今の言葉、今の行動は未来へつなげるものですか？初心者マーク大きめをつけて、このままいったらきっと私は丸裸、人は等身大でいいんです。番組アシスタントはクリスタルビズのスタイリング担当、メグネです。キャプテン自らプライドも肩書きも脱ぎ捨て、新たな自分に進化中。勇気のかけらが集まれば夢への一歩が始まります。音楽大好きパーソナリティジェットです。今までの思い煩いすべて音楽に流し、新たなステージに舞い降りました。おはようございます。おはようございま す、ね、すっかり夏空ですよ、ね、昨日ね、おとしゃぶりの雨と打って変わって、いい天気です ね、西日本ではね、大変なことになっておりますけれども、ね、もう平成で最大の豪雨なんですってね、ね、もう30年になりますけど ね、はい、ね、やっぱり今ね、もちろんね、そのお亡くなられた方ね、まだまだね、被害に遭われてね、今もうね、なんですか、これね、不明の方もね、いらっしゃるということで、ね、まあ、一刻も早くのね、復旧をと思っております、はい、ね、いつもの通りね、東京からはね、その西日本のね、まあ、被災されたところをね、それに向けて元気玉を送りたいかなと思っております。7月入りまして、第2週目ですけれども、ね、2週目もね、メンバーが、毎週毎週若干違うんですけどね、参加メンバーがね、いらっしゃってますね、まあ、ご紹介しますとね、今週はね、なんか2週目っていうのは、ちょっとこうお品が、なんか今日は今日はね、品格がある方々が、多くございますよね。そうですね、ね、楽しみにしててくださいね、でしかも ね、このね、イレブンミュージッククリスタルビズ、だんだん国際化しておりますので、そうなんですよ、もうワールドワイドで今日は楽しみにしてください、そうですね。それでは本日の進行案内と参りましょう。ヒストリービズからのスタートです。本日は新生アジア特集。ただいま大人気の本、逃げ切る力、逆境を生かす考え方の著者である馬英華さんと、愛と平和について語り、幸せや豊かさを創造していきます。コンシェルジュのコーナーは5分間のお披露目タイム。毎週素敵情報をお知らせします。続くクリスタル情報局では旬の情報をお届けします。クリスタルビズのスタートです。さあ、ちょっと本日の1曲目、そうですね、ワールドワイドな今日にぴったりな1曲目です、リトルグリーモンスター、世界はあなたに笑いかけている。おお、そのビジネスにハートはあるのか。ビジネスはエンターテインメント、筋書きのないドラマのようでもあります。さあ、今日は新生アジア特集ということで、作家であり中国弁護士であり東京エレベーター代表の馬英華さんにお話を伺います。進行は松パパとメグネで参ります。はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。さあ、今日はですね、スペシャルゲストがいらっしゃるということで、はい、もうね、番組冒頭にも申し上げましたけれども、クリスタルビズだんだんインターナショナル化しておりまして、グローバルになりますね、グローバルになってきますね、今日はですね、オリンピックの前に、だから日本の方がね、もっと国際的になって、それでいろんな国のことを、知っていただければ、このチャンスはいいかなと思いまして、今日はギニア大使のシーラー、
大使をあの来ていただいて、はいね、改めて、ねはい、ご紹介しましょう。ね、中日ギニア共和国、ね、大使でいらっしゃいます千君白大使にお越しいただきました。よろしくお願いします。ね、ここからはね初めての試みでございますけれども、はいね、大使は英語で、ねギニアの、ねお話をしていただきまして、ね伝えない我々の方 で、ね、メグネーも参加してもらって、はい、マザーにも、ね、通訳をしながら進めさせていただきたいかなと思います。はい、Welcome to 11 Music Radio Station、うん So thank you very muchSo can you talk about your country, Guinea, the culture and what you produce things? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Oh, thank you very much. I'm so happy today to be in 11 Radio and to share this. ありがとうございます。 Thank you. ありがとうございます。 To share this fantastic moment with all of you. It's, the weather is fantastic, so it's a good day. 素晴らしい天気で、 yes. ありがとうございます。 Yeah. So before talking about Guinea, please allow me to thank you so much from the bottom of my heart. 心から感謝してます。この機会を与えていただいて。For the invitation you have extended to me to speak about my country, the Republic of Guinea. この時間で、ギニアをあの紹介させていただいて本当に心から感謝しております。Yes, I will also like to take this very particular moment to bow on the memory of many victims.Following the heavy rain that hit the western part of Japan, causing enormous damages and regrettably loss of life. 西の方の、大災害、水の大災害に、mm-hmm. あの心からお悔やみを申し上げます。And Guinea will express its solidarity to the entire Japanese people.And extend his sincere condolences to the families of the here-lived victims. May their soul rest in peace. Amen. ギニアから、この被災地の、家族に心から、お悔やみを申し上げて、うん魂が、うん安らぎになるように、うんうん、So coming to Guinea So what is Guinea? Where is Guinea? Africa or other part of Africa? So many people make confusion because you have four Guineas They think, oh, which Guinea is this? It's Guinea-Bissau? It's New Guinea Papuasi? Or it's Equatorial Guinea?I say no, no, no. It's only Guinea. And to be more easily, it's Guinea Conakry. Guinea, もし、何がギニアですかって聞かれると、いつも4つだと思われるんですけど、あの私の方からは、ただ1つだけ、ギニア。Hmm. Well, to emphasize more about Guinea, I will say Guinea is in the heart of Africa. There is a strong, stable, and economic, democratic country of a courageous youth with a particular destiny and brave all the trial. That is the Republic of Guinea. Guinea.共和国ですよね。はい、共和国はその政治がとても安定、してまして、経済の方も発展しております。And Guinea was independent in 1958. ギニアの独立は1958年ですね。And become the 82nd member of the United Nations.On November 12, 1958. So, 82nd member of the United Nations. Okay.
1982年、ギニーは what do you become? We become a member of the United Nations. United Nations member、mm-hmm. and member は、になったのは1982年ですね。Mm-hmm. はい。And also, it's important to remind people who are listening、mm-hmm. to us today、mm-hmm. that Guinea is the first Francophone country in Africa、mm-hmm. to achieve this feat.Guinea quickly understood that it could only preserve its freedom and sovereignty if other African territory managed to free themselves from the colonialism. Guinea was 初めての国で独立宣言をフランスから、フランスから宣言された国で、だから自由を求めてた国ですね。Okay, that's very good、yes. for you, for the Guinea.、Mm-hmm. And、what you Guinea produce?、I know that's gold.、Mm-hmm. Yes. Guinea is a country of natural resources. Yes. We have、bauxite. We have the half reserve, world reserve of bauxite. We produce iron ore.We produce diamond, gold. ギニアはそのアイロンも作ってるんですよね。アイロンと、ゴールドとダイヤモンドを、はいはい、自然の資源がとても豊かな国ですよね。それだからですかね。いただいたあの名刺、はい、ネームカードが普通紙ペーパーなんですけれども。ビジネスカードです。ノーツペーパー。スチールのね。素敵なね。スペシャルフォーユー。名刺はとてもスペシャルですよね。この名刺をいただくと忘れられないですよね。初めてですね、こんなに。We were happy for get the special business card from you. So we will never forget Guinea's ambassador. Thank you so much. そうですね。そのね、ギニアですけどね、その日本とのね、こう関わりとかっていうのもね、お聞きしたいかなと思います。Friendship with Japan and relationship.With Japan? Yeah, what kind of relationship are you with Japan? Since I was explaining to you that we have a very good relation with Japan, we establish relation only one month after our independence. Oh, yes. Okay. That's very special. So, 日本と、ギニアとのその友好をスタートしたのは1958年の、この独立した後の、1ヶ月後にも、友好関係を結んだんですよね。はい、そうですね。Yes, and in 1973, we opened an embassy here in Japan.1973年、Development. Yes. So the Guinea office は40年ぐらい、東京に、設けているんですね。So, とても、日本政府とはいい関係を維持してます。はい、保ってます。And then the cooperation between Guinea and Japan focus mainly in the construction of a classroom, in the water supply.And also in food aid through his main agency, which is JICA. JICA の支援で水と食べ物ですよね。と他のものを協力していただいています。
Yes, this is very great. Thank you. So you have a JICA office. You will, you already opened a JICA office in Guinea this year? Hi. Yeah, hi. Congratulations. Thank you so much. Yeah, that's what great things for your country. Yes, since last year, we had a presidential visit here in Japan. Yeah. Mm. His Excellency the Professor Alpha Conde, who is the President of Guinea, and he's Alpha Conde. Last year. Professor Alpha Conde and his Japanese counterpart, Mr. Shinzo Abe, they meet together and discuss about how to strengthen cooperation between the two countries. And the Japanese government has decided to open a JICA office in Guinea. So since November this year, this office is officially open in Guinea, and I'm sure will strengthen again the bilateral relation between the two countries. So the 去年アルファ大統領がいらっしゃった時に訪日した時に安倍首相とは、会談をして、これからこの2つの国をどのようにしたら、この協力できるかということをしましたね。で、That's very great. Congratulations. And we will know more about your country's education, what you need the Japanese to help you. Okay, thank you very much. You know that education is a key to development and the only real cure for poverty. Because without education, you can do nothing. If we look at Japan as a big nation, 90% of the people are educated, and that is a very important for the country, because the educated people are the new leaders of tomorrow. And if no education, 教育はとても重要なことですね。はい。And also Guinea has made very significant progress in terms of education, but and despite the support of friendly countries, the partner like Japan, we still have some facing some difficulties. You need more school. Yes. Can you talk about it? Yes, of course. Because of the we need today more school, more classroom. And to give a possibility to our children to benefit from the educational system. So that's why we are working hardly with our partner to help us in building school in even rural area, because many rural area don't have a school, or sometimes school as far away from their house. Let's say sometimes 10 kilometers. 10キロぐらいの距離でもそのスクールがなくて、はい、通うのは大変ですと。So can you imagine small kid, 7-8 years, walking 10 kilometers to go to school and come back home? That is a very long time. So that's why some NGOs provide like say bicycle for the kid in the rural area, so they can use the bicycle going to the school and coming back home. 他のその日本の方に助けてほしいことは、そのセカンドのあの中古のあの自転車はとてももしもらえたら、あの子供たちは遠いところから学校に通えるっていうことで、ぜひ協力してほしい。Another thing is clothes also. Yeah, of course. You know some kids who lost their parent, some cool kids who doesn't have a support despite the support from the government. So we need second hand also even clothes or shoes or school material that's going to be beneficial to those kids. The 私たちはその中古の洋服と
勉強するその、引き道具とか、そうですね、うん、そういうものも靴とかね、うん、それも必要ですね。そうですね、はい、いやー、まだまだね、大使からねお話を伺いたいところなんですけれども、本当にそうですね、そうですね、 Thank you very much、うん、でもね、yes、どうもありがとうございました。ね、でもね、そのね、あのインターネットでもね、あの私たち先ほど番組の前にも、ね、そのギニアの大使館のウェブサイト、ね、そういったところでもインフォメーションがあるようなので、はい、ね、皆さん最後にね、その日本の皆さんにね、そのギニアの子どもたちがその通学にとっても大変で、うん、例えば中古の自転車、そういったものの寄付だったりとかね、あと、うん、お洋服、自転車とかお洋服と、うん、お洋服を、うん、リサイクルですもんね。そうですね、うん、あのギニア大使館に送っていただければ、うん、あのコンテナで運べるので、うんうん、はい、あのリスナーの皆さんぜひ協力してください、うん、はい、ありがとうございました。Thank you so much. Thank you. Yeah, yeah. あのね、そうですね、本当にね、とってもね、あの皆さんね、後でね、Facebook とか写真が上がるの見てくださいね。とってもね、大使ね、温和でね、優しいね、そうですね、もうね、顔でね、円満の笑み、満面の笑みというかね。まあね、そういうね、大使にね、お越しいただきましたし、もっともっとね、身近にギニアを感じていただけたらなと思います。そうですね。はい。ギニアについて。はい。Last things. では。Can I say this month, Guinea is a month of Guinea in Japan. Ah, 今月がギニアの月ですね。So you can visit the JICA, Ishikaya. So you can Ishikaya. You have Guinean food, Guinean cuisine, Guinean art, Guinean tradition. Please come and visit. Thank you. Ishikaya ね、JICAにお越しいただけたらね、あの食べ物とかね、そう、それまでいただけるということで、ギニアの文化とか味、あの、そうですね、あんま習うことができます。今ね、大使から直々にご招待いただきましたので、聞いてる皆さんもね、行ってみてください。行ってみてください。はい、本日のヒストリービズは、まあ、英華さんの新生アジア特集、ね、駐日ギニア大使の千君白大使にお越しいただきました。大使ありがとうございました。ありがとうございました。では今日の2曲目に行きましょう。あいみょんで君はロックを聴かない。コンジェルスちゃんのコーナー、5分間のお披露目タイム。
毎回素敵情報をお届けします。今日のコンシェルジュさんは天使のティアラ奥方由美子さんです。よろしくお願いします。こんにちは、天使のティアラの奥方由美子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は涼しげなお洋服ですね、はい、夏なのでちょっと、うんうん、スルースがついてるお洋服にしてみました、うん、今日は暑いですもんね。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、私あの、はい、おとといですね、はい、今の銀座三越で展開してる、うん、こちらの道園真理子さん の, あの作品展に伺いました、はい、で彼女は、ニューヨーク47年間、はい、あの在住してまして、はい、あのこれ何の絵だと思いますか。なんでしょうね、なんか赤い感じと、はい、真ん中貝ですかね。貝のこれはアクセサリー、ね、アクセサリーなんですね。鮮烈なカラーと豊かな配色のパステル抽象画と、はい、エレガンスなジュエリーを、うん、エレガンス、本当に、はい、この絵って何の絵だと思いますか。なんでしょう、わかります何ですかね。なんだろうこれ、とってもね、あの油タッチっぽく見えなくもないんですけどね、うん、最初油かなと思ったんだけど、うんうんうん、ちょっと違うよね。なんですけど、はい、何が書いてあるんですか、はい、これ何でしょう。ニューヨークです。これニューヨーク。ニューヨークなんです。いや、ね、意外、赤なんですね、ニューヨークって。いや、あのたくさんいろいろ色があるんですけど、はいはい、それがセントラルパークだったり、はい、5番街だったり、マンハッタンだったり、ソーホーだったり、はい、いろいろ違うんですけど、まあ、これはちょっと代表作なんですけど、うんうん、ニューヨークはもう大好きな方で、はい、ニューヨークを絵にされてるんですね。心から現れるような。へえ、面白いですよね、うん、で色で表現されるなんてね、面白いですよね。そうなんですよね、はい、でなんかニューヨークって確かに、うん、あのどういうイメージを持たれてますか。なんかね、かっこよくって、私色で言うと黒と白みたいなイメージがあったので、正直これ驚きました。私のイメージはもうクールでかっこよくって、もうなんていうんですか、オフィスレディがいっぱいいて、ハイヒールがあってみたいな感じのイメージだったんですよね。どんなイメージでした。私は実際行ってみて、はいはい、あの自然の美しさがあって、おしゃれで自由で、上品で、パワーとエネルギーがあって、うんうん、あと自己責任も強い、うん、そういう混沌とした街だなっていうのがあって、はい、もうニューヨークに行ったらなんか一目惚れしちゃうっていうか惚れる、何なんでしょうか、あの、うんうん、人を引きつけるパワーはって思ったんですけども、はい、やっぱりそのパワーとエネルギーっていうところで考えてみたら、はい、パワーってあのポパイっていたじゃないですか、はいはい、であの、はい、ほうれん草を食べるのがエネルギーで、ね、はい、パワーはポパイなんだなってちょっと思って、そう面白いなと思いながら、うん、で なんでこんなにこの街は魅力的なのかなって考えてると、金融、情報、メディア、うん、ファッション、文化、芸術、ショッピング、グルメがもう最先端いってるし、全てがね、であと地下鉄とか、はい、バスは24時間やってるし、金融経済も24時間やってるらしいです。止まらない、ら眠らない街。そうなんです。ビッグアップ、ネバースリープスインダコスモポリタンシティ、だからもう眠らない街、うん、でビッグアップルっていう例えらしいんですけどね。へ、なんかそのでこの絵から大胆で優雅で鮮烈さがすごい伝わって、うん、そうですね、こんな表現があるんだって驚いて、はい、うん、なんだかね、賑やかな感じもしますよね、言われてみると。なんかこう洗練された中に人がいっぱいこう活力的にあってねっていう感じの、すごく面白い、うん、パワーも出てて、でいろんなブルー、それがブルーだったり、うん、いろんな表現があって、はい、面白いなっていうのと、うん、やっぱりいろんな顔があるからこそ、うん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 、そこがあのニューヨークの魅力で、まあ、それをマリコさんは絵を通してね描かれたんですけども、はい、でも人もねやっぱりそうじゃないですか、はい、魅力的な人ってどういう人が魅力的だと思いますか。どうでしょう、どうですか、うん、これを女性2人の前で振りましたけど、魅力的な人、はい、なんだろう、あのねやっぱりこうはつらつとっていうか、はい、そのバーンと元気っていうのもなんかこうすごくはつらつな人がいいかな、うん、うん、素敵かなと思っちゃう、ね、なんか透明とかなんかそんな感じ。そうですね、うん、私ね ここの年代になって変わったんですけど、あの外見とかそういうものよりも軸を持ってる人がすごく素敵だなと思います。自分の軸ね、うん、いや私も実はそれを、あ、よかった、はい、自分軸を持ってて、そうですね、自分軸ってどういうことだと思います、
もうなんて言うでしょうね、周りに惑わされないで、はい、自分のやりたいこと、自分のことを素直に生きてるっていう方、もうワクワク生き生き、もう元気が出ちゃうことをやっちゃうこと、同じですか、よかった、それを言おうって、それを締めようと思ったらめぐねに言われました。やっぱ女子ですね。やっぱり伝わりますね。、はい、女子の時代です、うん、はい、はい、だからあのそういうふうにね、皆さんも自分軸を大切に、はい、元気にニューヨークみたいに生きてみてくださいって言いたかったです、はい、今日は実は行ったことないので、ね、行ってみようと思います。、はい、ありがとうございました。皆さんごきげんよう、はい、店主のティアラ奥方由美子さんでした。どうも。さて続いてはですね、新人さんですね、新人さんと呼べるんでしょうか、はい、同じようにあの背の高い素敵な女性ですね。親子のメンタルコーチ添田敦子さんです。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、うん、親子のメンタルコーチ添田敦子と申します。よろしくお願いいたします。ラジオはもうまるっきり初心者なんで、うん、いろいろリードしていただかないとわからないですので、本当ですか。そうですよ。普段は ね、いろんなところで ね、講師とかねされてね、うん、お話はね慣れていらっしゃいますけども、はい、ラジオは初めてということで、はい、うん、まずはね添田さんのことお聞きしたいですね、うん、何をやってらっしゃる方、あの基本的には、はい、まあ、親子ってつけてるだけあって、うん、お母様方のご相談を受けてることがほとんどです。あ、はいはい、で、あの何をじゃあ内容は何なの、うん、って言ったら子供の、うん、あの夢をサポートする方法を知りたいっていう方がほとんどなんですね、うん、へえ。で、まあ、夢のサポート、うんうん、じゃあ何の夢なのって、うん、これもなんですけど、自分であの狙ったわけではないんですが、うん、たまたまなんですが、うん、バレリーナを目指しているとか、うん、あと子供がバレエを習っていて、でその関係でもっと子供にやる気を出してほしいとか、そのまあ、まあ、かなりニッチな部分でのご相談が多くなりまして、うんうんうん、で、まあ、どうしてそこなのって話なんですが、はい、自分の娘が今あのプロのバレリーナをやってまして、ヨーロッパに住んでいるので、うん、今までの自分 の, あの子育ての中のいろんなこういうことがありました、うん、こういう時にこういうサポート、声のかけ方をしましたっていうことを、うん、まあ、ブログとかにも書いてきたんですね、うん、でそうしましたら、そちらのブログをお読みいただいた方が、うん、あのまあ要はご相談をお受けしますよ、同じような悩みの方のお話をお伺いしますよっていう形で展開してましたら、うん、来るようになりまして、うん、あら、じゃあもうお仕事としてそれをあの日本でされてるんですか。やってますね、はい、意外です、ね、いや奇遇にもね、その前にねお話いただいた、ね、奥方由美子さんもね、はい、お嬢様がっていうことでね、ワールドワイドなんかね、ワールドワイドに ね、やっぱこうやってね、いろんなお母さん方がね、うんうん、でもね結構父親から見ると、はい、やっぱねお母さんのね、うん、あの指導が結構子供がいろいろこう夢を叶えるに関わってるなというのは男親として思いますよ。そうですね。うん。そう、どんなあの、はい、環境で先生のいい先生についていても、うん、最終的にあの本人の、はい、まあ、メンタル的な部分、考え方の癖っていうのが出るんですね。そうですね。特にあの今メンタルって考えたら、うん、あの松パパの前で言うのもなんですけど、今ウィンブルドン真っ最中ですね。そうです。もう見ましたか昨日。すいません、寝不足です。わかります、はい、私も見ました。西堀圭の試合を最後まで、ね、なかなか決まらないもんですから。いや、あのもうなんか結構手に汗握るっていうような試合でしたよね。そうですね。だ彼もね、あのコーチが変わったことによって、はい、大きく変わってきたじゃないですか。そうですね。なのでメンタルコーチ、コーチっていうのはどういう役割なの、うん、っていうところで、うん、今実際に子育てをしている中で、うん、先生は先生なんですよね、コーチではないですよね、うん、なのでコーチの役割って何なのって言ったら、案外まあ今家庭を支えている、家庭で結局普段子どもたちを見ている親御さん、ご家庭力が大きいんですね、うん、なのでその部分で自分がやってきたことっていうのが後になって、うん、あ、私はメンタルコーチをやってきたんだって、後であの日本でメンタルコーチって言葉が出てきて、それをこう教本を読んだ時に、うん、こんな当たり前のことが学問になるというか、うん、仕事になってるんだっていうのが驚愕したんですね。これ普通に子育てやってきたことなんだけどみたいな、それが今どういう話なんだか自分も学びたいという方が多くなってます、うん、はい、なるほどね、すごいですね。やっぱり先生は先生、うん、はい、コーチになり得るのが親だっていうことですよ ね、はい、では今後は何かこう活動としてはどういったことをやっていきたいとかってあるんですか。今、まあ、いっぱいね集まってらっしゃるみたいですけれども、ね、今たまたまあのバレエの方が多くなってるので、はい、まあ、スポーツもそうですし、うんうん、バレエもそうですけど、はい、実際にそれを目指してきた方、はい、目指していく途中の方もそうですけど、はい、目指した後今度は違う世界にまた進んでいくっていう、はい、次の道もあってもいいんじゃないのって
そういう話にも今いいですね、うん、なんか違う視点でこういったスポーツの世界の中でもできるコーチってなかなかいないので、ね、楽しみですよ ね、 そうですね、どうやってるかっていうのはね、なかなかねそういうのを、はい、まあ、共有したりね、うん、その親同士もそうですけど、うん、そういうのってなかなかないと思いますしね、うんうんうん、なのでまたこうやってねラジオで、ね、はい、ぜひお話聞きたい、うん、なんかうずうずしちゃいますねもうローカルだね、もうね、はい、もうね本当にね、もう実際ね、もう親子あるあるみたいな、ね、うん、話もねたくさんいただければかなと思います、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。では1回目でしたね、親子のメンタルコーチ添田敦子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。では続いての曲ですね、シンプルプラン、サマーパラダイス。Can't believe I'm leaving. Oh, I don't know, know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. 'Cause I remember every sunset. I remember My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. With you. Where real life can wait. Real life can wait. We're crashing like waves. Crashing like waves. We're playing in the sand. Playing in the sand. Holding your hand, yeah, yeah. 'Cause I remember every sunset. I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Goodbye. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. クリスタル情報局ということですけれどもね、はい、はい、クリスタル情報局、久しぶりに、はい、久しぶりな話ですよ、はい、もう皆さん忘れてます忘れてない。俺たちの中では確実に進、はい、あるいろんな面で進行している男前企画なんですよ、うんうん、ありがとうございます。わかりますか、久々に聞いた気がする、ね、そう、久々に聞いたなそう、あのね、男前企画いっぱいありすぎちゃってね、そう、ありすぎちゃってだけど、はい、実はね、男前企画は、はい、いろんな面で進行してるよね、うん、男前企画、ちなみにファッションから始まったでしょ、はい、ファッションから始まって、あのだんだん当たり前すぎて触れなくなってきてますけど、はい、もうね、この出演者のね、うん、皆さん の、 あのお衣装が、うん、そうなんですよ、お洋服がね、変わってきたわけですよ、うん、地味に地味にやってるんですけどなかなかお伝えできずすいません。いやいやいや、もうね、あのメグネーのね、はい、コーディネートで、前回どこまで話したかというとですね、はい、恵比寿 の、うんうんうん、あのスーツ屋さんに、はい、行きましたね。そうです、メグネーとね、はい、一緒にあの私とジェットと真珠号と、ね、3人で行って、はい、まあ、そこでね、あの購入したお洋服が、これがね、カラーコーディネートだけじゃないんですよ皆さん、あとね、この人僕の体に触ったことあるのかなというぐらい、ね、サイズがねジャストフィットなの、すべて松葉、これいやいやいや、まあ、ね、男性アパレルね、あの、うん、働いてたので、なんとなくこれぐらいかなっていうのは見えるようにはなりましたけどね。不思議だよね、ズボンとかね、パンツもそうですけど、あの上もそうなんですけど、はい、微妙に例えば S、M とか、はい、あと、パンツもインチが、うん、29インチとか31インチってあるじゃない、うん、これね、あの仕様で見ると違うんだよ。だけど、うん、あのこれ
なんか大丈夫そうかもって言って言っておくと、うん、やっぱりメーカーさんによってね作りが違うのかね、うん、形も見てるんですね。そうですね、形もそうだからもうサイズに惑わされないってことですよね、うん、ポイントはね、うん、そうです。S だからとか S だからとかね M だからとかでチャンスを逃すって言いたいですね。着てみる着てみる、うん、男性って試着あんまりしないでしょ、はい、したがらないから。でも試着しないと宝が逃げますよ本当に、ね、今日もそれを言いたい。それってやっぱりやってみて考えようみたいなところに近いよね。そう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 、あのね、男性の試着って、うん、ほぼ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 もう決まって絞って、うん、もう買うという最後の確認で試着してるかも、うん、あの男は、ね、試着したら買わなきゃいけないとかさ。あーなるほどね、うん、その人その人に合うサイズ感ってあるので、みんなが M がいいよねって言っても、うん、実は S が良かったりとかっていうのが、うんうん、体の構造によって違うから、うん、試着ぜひ。あのね、聞いてるね男性の皆さんね本当にね売り込むようではありませんけど、あのメグネーの、コーディネートあのいいと思います。もちろんあのコーディネートのセンスもあるんですけど、はい、大丈夫です。あのね、なんつうかショッピング同行、はい、ってやつね、うん、それね行くとね大丈夫。あのね、普段あのいろいろ寄ってくるでしょ店員さんが、ね、店員さんがね寄ってこないからそんな威圧感あるのかなって思うんです。全然来ないんですよ ね、 店員さんがね、本当逆に店員さんが、うん、あの試着してるときは近づいてこないで、本当にもうこれ買いますって言ったときに店員さんにすいません、サイズあのこれ採寸してください、お会計って言って呼んでるもんねこっちが呼ばないと来てくんない、ね、まあでも、うん、ほら男子3人私1人だから異様なのかもしれないですよね、うん、でもありがたいです、いろいろ見させてもらえるし、ね、私たちは何だろう ね、うんうん、はい、ね、なので、はい、あの改めてですよ、男前企画、うん、夏、ね、コーディネートも変わりますからね。あ、うん、ちょっと立ってくださいよ、 YouTube であげるから。今日ねすごい爽やかな白のベルトをして、下はターコイズブルーみたいな ね、 ね、あのコットンパンツ、これイタリア製でしたっけね、のものに、うん、上があの体に合うね黒と白のなんかちょっとちっちゃな柄が入ってるようなね、うん、ポロシャツなんですけど、そのポロシャツの白が少し入ってるのはベルトでつなげたっていう最高ですね、はいはい、ね、このベルトもね松パパこれね本当ね、松パパはあの黄色のベルト持ってきてこれはどうって言ったらシーンシーンってなって、まずメグネの顔がマジになり、うん、あのジェットもなんか違うんじゃないですかね、うん、とか、うん、まあ、そんなことをねストレートにね、はい、言い合いながらいく、これは男前企画夏、はい、ファッションですけれども、いろいろそのいろんな形で進行してるんですよとかって言ったのは、結構ねあのね、ほら新宿はね男前企画、うん、ボクシング、はいはい、デビューはいつですか、だいぶね、うん、だいぶ、あ、だいぶね割れてきたそうですよ、うん、はい、ね、シックスパックね、うん、はい、シックスパックですね、はい、うん、なってきてね、心なしかね、まあ、腕太くなったかなという感じもしますけれども、うん、ね、まあ、こういうことね、やっぱりそのボディメイクということで、はい、その代官山にあるね、代官山ね、あのこうちゃん先生ですよね、番組にも出ていただきましたけども、うん、整体の先生にも協力していただいて、はい、ボディケアから始まって、はい、ジェットもこの間ね、はい、行きましたもんね、はい、うん、行きました、はい、あのね、叫んでましたこういいな、こうちゃん先生のこう あられをしそうですね、ね、で、ね、でもそんなこともこうやりながらですよ、はい、まあ、その男前企画はですね、まあ、いろんなことを、ちょっと仕掛けていこうかなと思ってますけれども、うん、はい、最近はちょっとね、音楽ね、音楽ですね、はい、ようようライブに行きますね私たち ね、うんうん、ね、そう、ようようよくよくライブに行きます。でもこれがね最近の傾向、はい、みんなね男前な人生を送ってるミュージシャンたちが多い、うん、もうウェブサイトの社長とかね、はい、ね、うん、そのそうやってんだけど、うん、もう昨日まで仕事で徹夜でとかって言ってるけど、こういうねシンセサイザー200台以上持ってね、うん、そう、もうライブやると、映像とね、映像と、うんうん、なんかでもそういう話聞いてると、うん、なんか女性もね、なんか今あるそのママとか主婦とか、うん、働いてるとかいう環境を超えて、なんか女前っていう言葉があってもいいなって気がしてきちゃいますよね、うんうんうん、こうあるべきじゃなくてね、うん、羨ましくなっちゃう、その話聞くとまあでも今女子の時代ですから、うん、まあね、女子の時代ですからね、でもなんかすごい楽しそうで羨ましい、はい、まあね、その中で、まあ、この企画は、ね、はい、だんだんねこう少数男子もね頑張ろうよっていう企画でね始めてます、徐々に水面下で、うん、女子には気がつかれないように、こう徒党を組んで、でまあ、多分
そうそう、で多分 女子からはアホやなと思われてね、はい、そんなのこうお見通しみたいな感じで言われてるのかなと思いますけれども、改めてですね、はい、男前企画、はい、夏、水面下で進行中ですので、はい、皆さんね、こういった情報お楽しみにどうぞ、はい、クリスタル情報局でした。ではジェットさん、はい、今日の4曲目いきましょうよ。4曲目はい、うん、ジャクソン5で I want you backクリスタルビジネス情報番組クリスタルビズ、ビジネスにプラスワン。番組への参加リクエストは大歓迎です。ツイッターアカウントはアットクリスタルアンダーバービズ、ホームページはカタカナで AAO クリスタル、ごめんなさいね、数字だね、数字で81810クリスタルと検索してください。さて7月第2週目、はい、ね、第2週目もインターナショナルな、うん、グローバルな感じで、うん、初めてだ、まあ、その番組の中で、ね、うん、通訳しながら進行する、グローバルだねって感じですね、うん、そうですね。でもなんか良かったね、なんか大なんかギニア大使、なんかなんかなんかこう人柄が惚れちゃったな、なんかね、本当に熱くてなんか映画俳優みたいな、うんうん、なんかね温かくてね、なんかみんなに優しくてね、はい、うん、ね、大使ね来ただけでもね、うん、なんか部屋のね控室の時からそうですけどね、うん、やっぱりすごく中の空気を大事にしてくださる、はい、気をつかれる人だなって思った、うん、ね、日本とも親睦がこんなに深いなんて知らなかったのでね、うん、ぜひ大使館でしたっけ、うん、行っていただいて ね、いっぱい食べていただきたいな、日本人って感じですそうだよ ね、ギニアをちょっとギニアに興味持っちゃったね、うん、私も、うん、今度ねギニアの音楽とかもね、あ、いいですね、ちょっと探ってみてね、パタパタやって、ちょっとね音楽担当ジェットとしては、うん、ね、やってみましょう。民族衣装も着ます、行きましょうかね、はい、似合いそうなお髭だからね今ね、だいたいこれ言うとねやる羽目になるんだよね、だいたいこれでジャンベ、はい、話すと ね、 楽しく ね、はい、でまたねこうやって、コンシェルジュのコーナーも、はい、ね、新人さんが、ね、はい、スタートしましたと言いましたけれども、はい、ね、メグネも、うん、はい、聞き手に回りまして、うん、ありがとうございました、ね、なんかまたなんだろう、その違うね、なんか違う感じ、うん、違う様子のメグネを見たなという感じだよね、はい、いやもう、うん、いらっしゃる方の、ね、お話楽しくてね、うんうんうん、はい、そうですよね、
やいやいや、ね、こうやってね、なんか今日はこう母親の話っていうのがねあったのでね、なんとなく男性陣は息子になった気分で聞いてたという感じですけれども、はい、ね、まだまだね7月リニューアルスタートで、はい、3週目4週目も新しい方もスタートしますので、皆さんお楽しみにどうぞ。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。午後のひととき、どんな曲が流れるのか楽しみです。失敗も成功もすべて経験。今日しかないステージの始まりにプラスワン。クリスタルビズ、また来週お楽しみに。